はいどうも、都市伝説ミュージアムです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。都市伝説ミュージアムとは昔懐かしい、オカルト話や都市伝説などを再度楽しむというようなコーナーでございます。はい。本日はこちらの方を紹介したいと思います。五寸釘虎吉。僕が、結構お気に入りのキャラクター、ね、キャラクターというか、まあ本当にいた人ですからね。実在の人物で、あの、五寸釘虎吉が別に本名ではないんですけどね、通称でして、この方はどんな方かっていうとですね、あの、日本で一番脱獄をした人じゃないかというふうに言われております。日本史上、面白い脱獄の仕方っていうのでも有名だったりするんで、この人のまあ反省みたいなのをちょっと紹介していきたいなと思います。はい、はい、はい、お願いします。この方、西川虎吉さんという方でございまして、まあ、いわゆるちょっと貧乏な家庭というかね、まあ、あんまりあのお金とかはないようなところで育ってまして、10代の頃から結構やんちゃくれというか、まあ、ガキ大将みたいな感じかな。で、まあ、そこの地域ではボス的な感じの、存在だったんですけれども、まあ、そんな虎吉がですね、悪いお兄さんに、いろいろ言われてですね、気がついたら、あの、博打をするようになるんですね。ああ、でも、ほんまになんか落ちていくね、博打いくて。で、まあ、いわゆるその、賭場っていうところにね、まあ、10代の頃から入り浸るようになりまして、で、まあ、そこで、あの、掛け事なんか覚えて、喧嘩したりとかもして、って、いわゆる悪ガキの、まあね、まあ、典型的なタイプだったんですね。悪人のエリートみたいな感じですね。そうそう、で、そんな中ですね、脱獄のきっかけとなる日が来るんです。はい、それが明治15年ですね。はい、一発目のぶち込まれた事件なんですけれども、賭場に連れてってくる おじさんがいて、で、そのおじさんがある日帰ってきたんですよ。で、帰ってきたんですけど、そのボッコボコにされてるんですね。で、それがまあ、いわゆるその博打の負けをヤクザみたいな人たちにかなりひどいやられ方をして、で、そのまま一週間後に亡くなっちゃったんですよ。で、それに頭切った虎吉は殴り込みに行くんですよ。でも、もちろん、周りはプロの方だったんですよ。で、そこに、あの、棍棒かな、なんかを持って、で、もう、ブンブンこう振り回して、お前もやってやるぞ、この野郎、みたいな感じでやるわけですよ。で、そうしてる間に、暴れまくっている、その、棍棒が、灯籠に当たって、火がブワーってこう燃え上がると。で、その、家自体がもう、丸焼けになってしまって、全焼したんだ。放火犯として、捉えられてしまう。そういう時って放火になるんだ。なんかぶつけて火つけたとしても。そう。あ、そうなんだ。虎吉はだから放火犯としてしょっぴかれてしまうわけですよ。びっくりね。で、当時の放火っていうのはもうめちゃくちゃ罪が重かったんで、もういきなりその無期懲役クラスのやつを言い渡されちゃうわけですよ。で、それで入ったところが地元の、三重の監獄に、まあ、投獄されることになるわけなんですよね。で、虎吉、納得いってないんですよ。俺は、おじの仇を取りに行ってて、なんで俺がこんな目に遭わなきゃいけないんだ。その待遇にも納得いかないってことで、明治17年、三重の監獄で1回目の脱獄が始まるわけですよ。で、どうやったかっていうと、居眠りしてる看守がいたんですよね。はい、で、その居眠りしてる看守の鍵をもうパッと取りまして、で、そのまま、奪って監獄から出て、ただ、韓国出たはいいものの、高い塀があって、出られるわけないんですよ、普通に考えたら。だから、まあ、ちょっとこれは考えなきゃいけないってことで、あるアイデアが思いつくんですよ。何？それによって、見事脱獄するんですけども、どうやったか。当てようか。いいよ、いいですよ。え、だから塀があって、高い塀がもうあって、ただその、牢屋からは出れてる。でも、もうそのまま高い塀を登ることは多分できない。そうか。じゃあどうやって出るか。じゃない？今で言うあの、ボルダリングみたいなさ。ああ。多分、綺麗に積み重なってないから、今と違って。ちょっとの間のところにも指入れて、そのままガッチガチ上がっていくみたいな。違うんですよ。違うんだ。もっと頭を使う感じ。シンプル。誰がバカやねん。いや、それもだって誰もが思いつくじゃん。だから、あれだ、五寸釘がちょっともう、最初の名前の、あれが、あれな、ヒントになってる、ね。ニックネームがね。そう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 。だから、パチンコみたいに、釘をちょんちょんと打って、そこに指入れて上がっていくみたいな。釘手に入れてる時点で、かなりすごいんだ。あ、そうか。違うんだ。あの、上官何かっていうと、声だめ、あの、いわゆる、そう、このやつを、樽に溜めてたんですよ、そこ。はい。で、その、声だめの樽、声だるっていうのの中に入って、えぇ？って待つんですよ、一晩中。
で、うん、翌朝になると近くの農家の人が肥料として持ってくっていうシステムがあったんで、うん、その樽の中に持ち出されるまでずっとだからその中に身を潜めて、バレない？で待ってて、で出た瞬間にそこでバーンってこう樽開けて飛び出て逃げ出したっていう、そういう方法で、1回目脱獄するんですよ。日本昔話？いや、本当の、本当の話なのよ。驚くね、これ。そうなんです。で、しかも、この出た後に、まあ、更生するってことはなくて、いわゆる金持ちの家に行っては、強盗というか、空き巣みたいなことをして、で、その足でまた博打打っちゃうんですよ。うわ、そうなんですか。そう。で、また今度博打をしてるところにたまたま警察官が入ってきて、あれこいつ、トラ吉じゃねってなって、はい、今度は秋田の州知官に入れられる。はい、それが明治17年で、うんうん、17年すぐじゃん、だって。すぐよ。で、17年の1年後、18年に2回目のまた脱獄をします。すごいなで、この2回目の脱獄は、もうトラ吉ね、やっぱコミュニケーション能力もあるし、ガキ大将っていうのもあって、うんうん、そこの一緒に囚人になっている仲間を増やすのがすごい得意で、うんうん、で、まあ、その仲間が喧嘩している隙に、うん、それの乗じて作業中に逃げるっていうので脱獄2回目できると。簡単にできてる。この後でも簡単にできてるんだけど、その分すぐ捕まって、うん、2日後に捕まって今度は東京の監獄に行く、うん、はい、でまたその1年後に脱獄をするんですけども、うん、今度は作業中ですよ、うん、作業中にこいつもよく脱獄してるやつだっていうのがもうバレてるから、うん、相方をつけられるんですよ。ああ、そういうこと。要は、足に鉄球みたいなのをつけて、二人でこう、繋がれる。はいはい、要は、二人じゃないと動けない状態にされるっていうことで、うん、で、そういう状態で作業してた、うん。で、その作業中に、ちょっとやっぱり虎吉、うん、カリスマ性があるんだろうね。人に好かれる。うん。うん、その相方を脱獄しようぜって言い伏せるんですよ。うん、で、相手もその気になるわけですよ。うん、よし、今かっていう感じで、その作業中の、隙を見て、二人で、うん、いわゆる二人三脚ですよね、うん、運動会の二人三脚スタイルで歩幅をこう合わせて、はいはい、今だっつってダッシュで逃げていくっていうことをやるんですよ、はい、ただここで虎吉すごい計算外なことが起きてしまうんですけども、はい、その相方が人力車を引いてた人力車夫だったんですよ、うん、元、はいはい、なんで脚力が強すぎてバランスが取れなくて引っ張られすぎて、うん、足引っ張っちゃうんだ。そうそう、うん、で虎吉はそれに追いつけずにバランスを崩して二人で倒れてるとこをまず逮捕されるっていう、うん、ことで3回目の脱獄はまああえなく失敗するという形で、よでね、もうこいつ脱獄しすぎだということで、うん、今度も厳しいところを連れて行こうっていう話になるんですよ。で、それが北海道の州知官にまた今度は飛ばされるようになるんですよ。うん、で、それが1年後、うん、もうこの人ってルーティンですよね。1年以内には必ず脱獄するっていう。すごい引っ越し好きな人みたいな感じよね。そうそうそう、だから、うん、ちょっといろんな別荘に行ってるぐらいの感覚なのかもしれない。そう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 ね、そんな感じしますよね。もちろん1年後、うん、明治20年に虎吉がまた新しい、脱獄をするわけなんですけども、うん、すごいな。この頃も虎吉囚人の間でどうなっていたか、うん、もう変わってるんですよ、待遇が、うん、脱獄の神様だってなるんですよ。え、神になるの？そう、だからもう尊敬されて、逃げすぎてこいつすごいぞっていう伝説ばっかりがすごい、うんうん、まあ、そうよね、来てて、でみんな知ってるんですよ、うん、だから脱獄の神様が来たっていうので、うん、敬われちゃう。でもそいつの近くおったら逃げられるってことやからね、うんうん、簡単に。そうそう、うん、で、まあそういうカリスマになってるのを利用して、うん、今度は結構力ずくで脱獄するんですよ、うん、これもまた作業中に今だって言って子分にその警察官をこう羽交い締めにさせて、うん、その間に逃げるっていうすげえパワータイプの脱獄を今更やるんですよ。今更だからよかったんかもね。そう、逆に まさかこんな手使う気ないって、シンプルなやり方で来ると思ってないんで、そうそうそうね、うん、これ意外とね、まあまあうまくいっちゃって、いい、うんうん、で、まあ、それで逃げるんですけども、うん、まあ、虎吉ですよ、うん。また博打やってるとこ捕まっちゃうわけですよ。やべえよ、もう。学習能力がゼロなんですよね。うん、気がついたら博打しちゃうんでしょうね。うん、で、まあ、また捕まるわけなんですけども。もうさすがにこれは難しいぞっていうことになってきまして、外に出た時に、冷え込んでれば、逃げらんないじゃないかっていうことで、うんうんうん、
薄着ですから、うん、もうそれで逃げたら死んじゃうじゃないかっていうようなところにしようということで、はい、今度はですね、明治20年に、カバト監獄というですね、うんうん、北海道の中でまたちょっと、冬がすごい寒いところみたいなところに連れてかれることになるんですよ。ただそこでもやっぱトラ吉、1年後、明治21年に脱獄を企てるわけですね。うん、冬に、うん、もうあの北海道の地域の特に寒いところで囚人服でいて、まあなかなか逃げるって気にならないと思うんですけども、トラ吉はやっぱり違うんですよ。うん、ある日、まあ作業中にですね、パッとこう思いつくんですよ。うん、とんでもない方法、うんうん、っていうのが持ってる自分の上着をおもむろに脱ぎ出すんですよ、はい、バッて脱いでバーンってこう床に放るわけですよ、うん、なんで意味わかんないじゃないですか、うん、ってみんなあっけに取られてるところを、うん、隣にいる囚人も捕まえて、うん、そいつの上着も脱がすんですよ、うん、バッてバーンって床にマジで意味わかんない、何してんのこいつっていう中、トラ吉何するかっていうと、ションベンかけるんですよ。え、あ、服に。うん。二人の服に、ションベンおもむろにかけ出すんですよ、はい。うん。もう全く意味不明。いやもう、ついに来た。完全に頭がどうかしてる。逃げすぎて。そうそう、うん、逃げすぎて。行かれたって思われてる中、はいはい、ションベンびしょびしょブルゾンを、こう二つ取って、うん、何するかっていうと、うん、何すんの？そこにあった、海兵に向かってバーンって叩きつけるんですよ。どうなんですか？バーンって叩きつけて、うん、バーンって叩きつけて、うん、どんどん登っていく。スパイダーマンみたいな。え？要は、極寒の中で、ひっつくんか。そうなんです。水分を含んでるから、バーンってやった時にくっついて、うん、凍るんですよ、うん。で、それを自力で剥がして、もう一回やるとまたくっつくっていうので、うん、世界初、ションベンタオルで逃げるっていう方法で5メーターとかだったかな、うん、壁を登り切って、はいはい、でそのまんま塀までマジで、そう、こんなスーパーアイデアで脱獄した人世界にもいないんですよ。まあなんかさ、本当は逃げちゃダメじゃん、うん、ちらもち応援してるもんね。そうそうそう、どう逃げるんだろうとか、嘘だろってなるじゃないですか、うん、でもうその5メートル、うん。もうでも降りるにはその方法できないから、うん、もうバレてるし、うん、すぐ逃げなきゃいけないってことで、5メートルの高さからまあ飛ぶんですよ。うわぁ、危なぁ、折れるで。危なぁって思うじゃないですか。うん、危なぁって思ってる、そのトンネル、トラ吉の下に板があって、うん、そこに五寸釘がこっちを向いて立ってるんですよ。おぉ。あーって言いながら、ぐっさーって足に刺さって、甲から突き出るわけですよ。はいはい、ここで出てくるの？ここで初めてゴスの釘が登場するんですね。はいはいはい。で、その、もうでも、激痛っすよ。ゴスの釘がもう腰の方突き出てこうなってる状態だからね。こういうことよね。そうそうそう。うん、で、板があるから、うん、でも抜けないんですよ。すぐ。もう、だから突き破ってて、うん、抜いたらもうめちゃくちゃ痛いから。だからスキー板みたいなってことか。そうそうそう。うん、こうだから、片方だけ下駄みたいになってる状態で、うん、でもこれ取ってたらもうすぐ捕まるっていうことで、うんうん、そのまんま、その五寸釘の刺さった足のまんま、12キロ。走って逃げる。12キロ考えられないでしょ。普通でももう無理よ。どんな精神力だよって話で、ね。激痛に耐えながら、それをもう下駄代わりぐらいにして。しかもすっごい寒いんでしょ？そう、極寒の中、やってるわけですよ。うん、で、それで、まあ、逃げ切ったってことで、もうとにかく、とんでもねえ奴がいるぞっていうので、五寸釘トラ吉っていう。でも、ションベンタオルでよくない？いや、それだと思う。なんで五寸釘？かっこつかないじゃないですか。もうそう。まあ、でも、五寸釘刺さったまま走って、12キロすごいか。とんでもないでしょ。で、その後も、金持ちの家に行って、うん、また盗み働くんですけど、うん、ある時、ありえない金持ちの家に入っちゃって、うん、金ありすぎて、これはみんなに分けなきゃって思って、うん、みんなに配るんですよ、ピンポン。ネズミ小僧みたいなところだ。そうそう、うん、で、それで、五寸釘トラ吉っていう、はい、義族みたいなやつがいるぞってことで、うんうん、大々的に、全国的に知られるみたいな感じになるんですけど、うん、まあ、その後も同じように、まあそういう博打を常にやってて、むつみ入るっていうんで、また捕まっちゃうんですよ。うん、最後の6回目の脱獄があるわけですよ。もうでも、ね、前回ウルトラシーやっちゃってるからね、そうそうそう、あれなんですけど。超えられないでしょ。
明治23年に、北海道の同じところにもう一回収監されるんですよ。今度、で変わらないで。そうかそうか。で、そのままどうするかっていうと、そこの監守たちがもうブチ切れまくって、折檻しまくるんですよ。恥かいてるからね。常に、そう。だから、俺らもペナルティ食らうからってことで、もう折檻しまくって、いじめた、抜かれてるんですよ。うわ。それにもうまた火がついて、またやってやろうって気になるんですよ。で、今度はもうめちゃくちゃ警戒されてるから、ああいうウルトラシーみたいな方法も多分できないってことで、どうやるのか。もう最大の警戒してる中で、農作業してる時に土を服、こう服の中に隠してるんですよ。どうやるのか。その土を持って帰って、監修の気づかれないぐらいの強さで、ふってこう土を当てるんですよ。鍵に。鍵に、シュッてやって、これを続けて、鍵の形を取るんですよ。型を、で、土の中に型ができるんですよ。で、そこに和紙を練り込んで、鍵の形にするんですよ。だけど、紙だから全然強度がないんですよ。ふにゃふにゃね。これじゃダメだってことで、飯食ってるじゃないですか。時にご飯粒をちょこっとずつこう中に入れてるんです。で、その米粒を練りに練って、糊状みたいにして、その和紙をコーティングしてるんですよ。で、そこに、菜種油みたいなのを手に入れて、油でまたコーティングして、強度を保って、で、自分の鍵を作って、もうちゃんと自分で鍵を外して、表から普通にその、チッと出てくっていう、自家製の鍵を中で調達して。合鍵みたいなの作って。合鍵を作っちゃって、そうそう、脱獄っていう、また今度は、また新しいスタイルの、脱獄を思いついてやったっていう。すごいなぁ。そう。で、その後も、まあ、また逃げて、捕まっちゃうんで、ですけど、今度はその、そこではもう、息子とかが、もう大人になってて、ちょっともう、やめてくれよ、恥ずかしいって、言われちゃうんですよ。俺らも五寸木の息子って言われてんだよ、みたいな。もういくつだと思ってんだって言われて、ションベンド剣聞いたよって。そこで、そこで初めて改心して、改心すんだ。で、もうやめよう、脱獄はってことで、そこから模範囚としてものすごい働きに働いて、70歳超えた時に、もうお前いいよと。こんだけやってくれたんだから、もういいやっていうことで結構特例みたいな感じで出されて、で、そこから、まあ、普通の人生。戻るんだけど、もう70歳ぐらいだから、何もできないんですよ。でも、世界も変わってるし。何やったと思います？でも、その、なんか、本当にすごいことやったら、それが名前につくと思うんですよ、僕は。パチンコ車じゃない？また普通に。いや、そうそう、釘もあるし。し、また、博打というか。変わらず。じゃないと、五寸釘がついてるから、やっぱり。まあまあね。呼び名に。なんか、すごい衝撃的なことはしないような気がするんだけど。それね、そうなんです。逆というかな。まあ、五寸釘トラキションの名前は知れ渡っていたんで、それを使おうってことで、五寸釘トラキチ劇団を旗揚げしまして、で、自分がやってた今までのその脱獄とかのストーリーみたいなのをこう話して、お客さんに提供するっていうエンタメの、エンターテイナーになって、そっからはそういう全然話を知れ渡って、結局それで、海外まで公演してるんですよ。中国とか。トラキチ。そう。海外まで知れ渡る天才脱獄魔がいたんだっていうことになって、今、なお、ね、五寸釘トラキチとして、こう、有名な。すごいな方なんですよ。素晴らしいアイデアの持ち主であり、まあ、メンタル、そして体力の持ち主。今じゃ絶対無理そうだね。まあ無理だろうね。ね、まあでも超人としてね。すごいわ、面白い話。すごい好きな人として、覚えてるんです。京さんこの人大好きですもんね。ね。で、脱獄犯をね、募集するわけにはいかないので。いや、白鳥やったらいいじゃん、また。いや、次、白鳥。いやいや、もうそれ白鳥をやる。あ、やるんかよ。まあ、面白い話やるけどね。白鳥言われたら。でもまあそうじゃなくて、今日募集したいのは、何？身近な人で、同じことの失敗を繰り返すみたいな。ああ、そうだな。なんでこの人こんな意味わかんない失敗ずっとするんだろうみたいな。失敗談をちょっと聞きたいなと思って。でも、いそう、いそう。なんで、もし身近な方、もしくは自分でももうわかってるけど、この失敗ずっとし続けるみたいな、エピソードがあったらぜひ送っていただければなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。